皆さんこんにちは、ヒデ石川のブルース&ファンクギター講座、今日はですね、このピックを当てる位置についてちょっといろいろと考えてみたいと思うんですけども、前のですねビデオの中でもちょろっと触れてるんですけど、今日はそこだけちょっと切り取ってですね、ちょっと深く見てみようかなと思います。まずですね、ピック当てる位置、皆さんどの辺かっていうのは大体決まってるんですかね。私の場合はですね、やっぱ体の構造ですね、この、ストラップの長さと、それから手の長さの位置で、大体私の場合はですね、このフロントピックアップのですね、位置で、弾いてる場面が多いようです。でもちろんですね、演奏しようとするその内容っていうんですか、例えばハーフミュートを使って、演奏する場合、例えばこのっていう場面の時に、この辺をでハーフミュートって実はできないんですよね。なので、当然低い位置変わってくる。ブリッジ寄りのところでハーフミュートっていう形になるんですよね。まあそういった演奏の内容によって変わってくるのはまあ当然なんですけど、でもまあそういう制限がない場合、何どう考えるかっていうことなんですけども、まあ、基本的にですね、まあ、皆さんもよくご存知だと思うんですけど、このこっちによるほど、ブリッジよりほど音が硬い、硬い音で、まあ、当然低音成分が減る感覚ですよね。で結構アタックが硬質になってくる。でだんだんこう、それからですね、真ん中に行く、につれて柔らかい音になってくる。まあ当然ですよね、弦のこう振動がより大きくなるんで、この辺は柔らかいですね。ね、どっちかというとこうネック寄りになるほどジャラジャラしてきたような感じになると思います。あと低音がね多くなるっていう感じですよね。なので、まあ、そこのニュアンスを生かしながら、いろいろと、組み立て、どこを弾くか組み立てて、で最近はですね結構ぐるぐる回したりなんかして、とかですね、みたいなことをトライする場面もあります。いずれにしてもですね、その楽曲の中で、ニュアンスをですねどこで出せるかっていうのをいろいろ探しながらですね、やっていただくと、まあ、もちろんそのギターのですね特性もあります。この辺が鳴るな、この辺が鳴るかなっていうのをこうなんか探しながらですね、演奏してみる、まあ、単にですね無意識にこう弾く位置を決めるんじゃなくて、それを意図してですねこうちょっといろいろ探してみることで、また新しいニュアンスが生まれてくると思いますので、ぜひその辺もですね試してみていただければと思います。今日はですねこのピックを当てる位置、いろいろと考えてみましたので、また、ぜひですねいろいろとトライしてみてください。それではまた会いましょう。ごきげんよう。